冷蔵庫の中が何にもない空っぽ食材、うん、カラカンマジっすか。どうする、ウーバーイーツでいいんじゃない。いいよ、わかるよ、わかるんだけどさ、やっぱ寂しいじゃん冷蔵庫の空っぽってさ、なんか寂しくならない、気持ちが、あ、入ってないみたいなさ。この子もね、俺は何のために冷やしてるんだと不安になっちゃうと思うの、自分の存在意義というものが揺るがされてしまって。まあいいや、少しも寒くないわって言ってるかもしれないんだけど、ってなっちゃうかもしれない。もう寒い、冷やすことを諦めてしまうかもしれないから、買い物行きましょう。いや、冷蔵庫のために別に普通に行くやろ。そうで、なんかちょっと引っ越してさ、ちょっと業務スーパーが遠くなっちゃってさ、前ほど頻度が行けてなかったんですよ。あ、全然行かなくなったね。そう、ただなんかやっぱ恋しいというか、やっぱ業数で愛用してたものとかあるし、引き続きね調べてるわけよ、何が今来てるのかみたいな、他の YouTuber さんとかも見たりして、ちょっと初めてのものも買いに行きたいってことで、車出してください。やつらみちゃん自分で運転できるやろ。一緒に行きたいやろ、だどうせ。 え一緒に行きたいやろ。一緒に、うん、まあどっちかって言ったら行きたいでしょ。ああでしょでしょ。翔英さんが好きなものも買ってきてあげるから。子供か。子供やん俺。そうそう、もうね、私なんてもうほぼその3人のね、ひーちゃんかっくん翔英さんの欲しいものを買ってくるだけだから、まあ付き添いということでエスコートしてもらえればと思います。遠いんですよ、ちょっと。だから一人だとさ、ドライブもなんか寂しいし、話し相手になってあげるから。ありがとうございます。いいぞ。業数は何ヶ月ぶりだ。私一時期ちょっと頑張ってちょこちょこ行ってたのよ、遠いんだけど、幼稚園の帰りとかに、うん、それがまだ今年初、もしかして。じゃあ、いや、今年行ってた、今年行ってた 3,4 ヶ月ぶりかな。前はね、もう家から歩いて3分ぐらいのところにあったから、毎日毎日、ね、散歩がてら行ってたよね。うどんとかさ、うん、マジでもうなんか冷凍庫にストックがないとダメなものが結構あってさ、冷凍の鉄板でしたね。そう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 、でしかも買ってもすぐなくなるからさ、冷凍うどんさ、ちょっと場所取るんよ。大量にストックはできないけど、めちゃくちゃ食べるみたいな。コストコで見たさ、うん、めちゃくちゃでかいあのハロウィンのやつがあった。え、骸骨の、骸骨、骸骨、骸骨じゃなかったっけ、プラス、他にもいた。ああ、もうすごいことになってた。コストコで絶対買ってるやつ、うん、ガチ勢だね、あれはね。でもなんか小さい頃とかさ、私も庭のになんかクリスマスツリーの電飾っていうのをつけてもらったりとかしてたんだけど、うん、親の愛よね。確かに、うん、めんどくさいじゃん、むっちゃ親は。子供がね、うん、喜んでくれるからね。そうそうそう、しかも電気代もかかるしさ。あ意外にかかんだよね、あれ。そうなんだ。確か。やるんですか。やりますよ。やるの。マジか。業務スーパーで、うん、やっぱ一番俺がもう今日買いたいものが、それさえ買えればいいっていうものがあるんですよ。なんだ。ちょうどこの時期、多分。わかった、キムチの鍋つゆ。そう、おー、キムチ鍋のスープがめちゃくちゃうまいの。コストコじゃない、業務スープ。めっちゃ間違えんじゃん。マジで、はいはい、どのキムチ鍋の素よりもうまい。しかも一番安いよ。一番安いよね、うん、史上最強にうまいから、はいはい、これだけは絶対買いたい。あ、確かに。そろそろね、寒くなってきたから。なんなんだろうね、なんか入ってるよね、魚介、あれ謎のね、うま、ん、みエキスが入ってるんですよ、あれ。私あれをスンドゥブにもできるような味の美味しさだなって思ってる。なんかやっぱ魚じゃない、魚が入ってる、魚のコクかな、あれ。魚のコクだと思う。いや、あれすごいよね、あれ美味しいよね、うん、あれしかも99円とかで時々売ってて、あ、他のさ、まあ300円ぐらいしたりするからさ、結構破格なんだよね、うん、美味しいあれ。なんか他のキムチ鍋の素は別に美味しいんだけど、うん、なんかあえて比較できるようになると、うん、なんかちょっと酸っぱいだけだったりするのよ。業数のはコクがあるのよ、奥深いの味に。はい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 、
酸っぱすぎないよね、あれね。酸っぱくない、うん、酸っぱすぎないし、うん、なんかあの奥行きがあるの、端に。あーおーあーおーえ、いつもあれ締めに何で食べてたっけ？ラーメンだっけ？ラーメンが多いかな。締めラーメンか。でもさ、なんかひーちゃんかーくんが食べれるかね。あー、でも辛くない？あ、でもね、ちょっとでも辛いとひーちゃんすぐ辛いって言うからね。そうだね。食えないかもね。そうそうそう。だから、あれをやるときはひーちゃんかーくん用のなんか別のものをちょっと用意しないとって感じかな。それか昼飯で食うか。あー、いいじゃん、いいじゃん。今日昼飯にする。最高最高だね、それはね。なんか食べたくなってきちゃったね。そうしよっか。豚肉買ってね。うん、昼飯がっつり。そんなでも贅沢かな。まあ贅沢だけど、でも多分昼これ食べたら夜はあんま食べなくて済むと思う。夜はあんまもういらないってなるから、もうひーちゃんかーくん用のご飯作ったら大人はもう軽くでいいみたいな感じで楽かもしれない、うん、確かに。なったご飯で夜よりはやばー、お腹空いてきちゃった。お腹空いてるとさ、買いすぎるんだよね。うん、ちょうど今昼前だからね。うん、ガチでキムチ鍋にする。全然いいんだけど。昼、いいよいいよ、全然それする。あの炊飯器も買ったしね。おー、オッケーオッケーオッケー。でもこれ残ってんのか。残ってる残ってるから、まあ、炊くほどではない。しかも炊くと60分かかるから、さらにちょっと延長、まあ急速で30分か。確かに。あ、麺も買いたいな、締めめっちゃ食うやん昼からやばいやばいやばい、欲求が。へえ、定量に買ってきてしまった。買い上げ金額がですね、5876円。長い。でも買った、ね、買った。でも多分これ他のスーパーで買ってたら1万超えるよ。それぐらいやっぱ安い。あ、こんだけ買って5000円かって思った。だからね、安いからね、いろいろ買いたくなっちゃうんですけど、やっぱね、いろいろ買うとね、頭の中でさ、食材が何があるかみたいなストックできなくなっちゃうから、一応ちょっと分かる範囲で買ってきた。まず冷凍のものをサクサクとちょっと紹介していきます。まず一つ目がですね、このあれですよ、ずっとさっきから車の中でも話していた冷凍さぬきうどん。こちら大盛りのやつね。これなんと213円です。ただ値上がってる気がする。前150円80円とかだった。普通のやつが150で、前が大きい方が180円だったの。それが今213円だから20円ちょい30円ぐらい上がってる。だから、あー、値上げの波が上昇までって思ったけど、まあでも冷静に考えてね、これ5個大盛り入ってて100円ってコスパ良くない？じゃあ1つ40円か。ここだけの話、うどん屋さん行かなくていいでしょこれしまう。あともう一個が、私これ好きなんよ、トウモロコシの天ぷら。あー、美味しいよね。美味しいよね。なんか普通にトウモロコシの天ぷら、大人になって存在を知ってめっちゃうまいってなったんだけど、家で作るのは無理じゃんって本当に思ったの。だって大変だね。これどうやって、あの散らばったさ、あの子たちを集合体にするのって感じじゃんマジね、みんな自由気ままな子たちだからさ、無理じゃん。なんだけどこれも揚げるだけだから楽なんですよ。こいつだけちょっと冷凍庫に避難します私トウモロコシはね、 GTO みたいな感じ、荒れ狂った生徒たちを集合体にするのが大変じゃん。それがもうできてる感じ、本当にすごい。あとは豆乳なんですけど、これは普通に安いんですよ。なんか最近他のスーパーで買うと200円ぐらいなんだけど、業数いまだに150円台だったんで、おおって思って買いました。最近ね、ハワイに向けて体絞ろうって思ってるから、体にいいものに変えてます。豆乳はひーちゃんカップも好きです。そうそう、料理にも使えるしね、あると便利なんですよ。あとこれ、翔平さん大好きなやつ。え、大丈夫大丈夫、それ俺が好きな厚揚げとメーカー違うから大丈夫なんですか？実は、翔平さんよく気づきましたね。実は何回かこれ食べさせてます。え、そのあれだと言って、うん、てか私もね、勘違いしてたの。翔平さんが好きなやつが売ってるって思って前買って食べてたのよ。 あ、でもよくよく見たら違うみたいな。なんかこのおかみさんがいることで、なんかあ、こいつあいつだって思っちゃったんだけど、多分違うやつなんだけど、パッケージ違うよね、うん、でもなんか味一緒だったぞ。マジか、気づかなかったんだ。気づかなかった、翔平さん。へえ、怖っ
こちらですね、99、これマジで美味しいからね、本当にあの皆さん食べてほしい。なんか醤油かけるだけで美味しい。あと生クリーム、ふるさと納税で頼んだエビがたくさん冷蔵庫にいるのね。でエビを食べて、なんかあの本当に美味しいクリームエビスパゲッティが食べたくなってしまった。エビと生クリーム掛け合わせたら絶対美味しいじゃん。これ110円。生クリームってね、なんかね、他のところ高いんだけど、これ100円台ってやばいんだよねってことで買ってきました。で、あとこれスティックチーズ、ひーちゃんとかかーくんが食べやすいの。これはすごい好きなんですよ。なんかもう一個スティックキャンディーズって、なんかキャンディーチーズみたいなのも売ってるんだけど、そっちがね400円いくらで、これが300いくらなんだけど、これはね、なんかスティックよりカーボーも喉に詰まらずに食べられるので大好きです。買ってます。ひーちゃんが小さい頃から食べてました。で次、しそのり納豆。これね、私のお父さんから好きで、代々好きなんですよ。まあお父さんからなんだけど、一個前からなんだけど、好きなんだけど、なんか業数でしかあんま見なくって、翔平さん、しそダメ？しそ好きじゃないね。あ、人生5分の1くらい損してる。なんかね、もともとそんなに嫌い、まあ好きでもなかったんだけど、タンタカタンってあるじゃん。タンタカタン？タンタカタンっていう、しその焼酎。あ、焼酎なんだ。うん、ああ、ごめんなさい、知らなかった。へえ、聞いたことあるけど、うん。飲んでたのよ。うん。結構限界まで飲んでた時に、うん、それまではタンタカタンじゃなくて、なんか他の芋焼酎とかだったんだけど、はいはい、結構限界まで飲んでて、あ、じゃあ次、しそ、あ、タンタカタンでいいみたいな、なって、タンタカタン飲んだら、なんかもう、吐きそうな時にしその香りのするものを飲んじゃったら、より吐いちゃって。ああ、え、普通の時だったらしその香り嗅いでも別に、まあまあ平気だったんだけど、はいはいはい、なんかそれ以降ダメになっちゃって、あ、そのタンタカタンがきっかけで、で、そう、シソの香りが、多分これで復活できる、復刻できる、いやもう香りを変えただけでその時のことがなんか思い浮かぶ、ダメになっちゃう、気持ち悪くなっちゃう。マジか。私的にはなんかゆずとかとほぼ同じだからさ、ゆず好きじゃん、うん、そういういい香りのある美味しいのものみたいな感じだからいいんだけど、かたね、なんかダダダダンダダダンダダダダダンかと思ってたよ最近の少年ダンダダンタンタカタンタンタカタン兄さんタンタタタンタタタクリンクで次が白桃白桃缶詰。カー君とひーちゃん大好きなんですよ。おやつで2人で1缶がっぽりいくよね。フルーツ食べたさせたいけど、あ、なんか今生ものないやみたいな時に便利です。とりあえず白桃出しときゃ喜ぶんで。で、あとアンパンマンのこのジュース。これでもさ、もうひーちゃんあんま飲まなくない？最近出してないからじゃない？やっぱ業数行かなくなってあんま買わなくなっちゃったじゃん、うん、多分またあったら飲むんじゃないかな。なるほどね。カー君好きそうやな。そう、カー君今さ、ストローがあれば美味しいものが出てくるって思ってるじゃん。もうストローあるとよこせよこせよこせじゃん。だから君のはこれねみたいな感じで出そうかなと思って買ってきました。で、あとこの後お鍋するので、縮れ麺33円。普通のスーパーで最近33円見かけないからね。これサラダスティック、これカニカマ。カー君が今保育園から看業職に移行するから、ちょっとこれ食べて問題ないからチェックしてきてくださいって言われてるの。そうっていうので買ったんですけど、なんと69円。おお、安い100円切ってる。で、これ次こっち、ガーリックスライス。これなぜ買ったかというと、今度ハワイ行くじゃないですか。ガーリック、ニンニクなんか向こうで買うと高くて、しかも大量に入ってるから持って帰れないみたいな、いろいろ聞いて、ガーリックスライスだったら生にもできるし、水につければ生にもできるし、まあステーキの上にポンポンってかけときゃいいし、サラダとかにパリパリにしてかけときゃ美味しいんですよ。ニンニクがより近くにある存在になるって感じ、ガーリックスライス手軽なので買っちゃいました。で、あとガラスープ、私たちがお世話になってるガラスープ。業数は調味料買うときに特に行きたくなるんだよね。調味料ってさ、量欲しいじゃん。ああ、たくさん種類も欲しいし、で安いっていうので、ガラスープがでもちょっと値上げしてるかなとは思ったんだけど、これがですね588円。なんで業数の中では高いんだけど、この量考えたら安いんですよ。あ、ちなみにさ、粉チーズ買ってきた？買ってない。あれ
トシカツ用の粉チーズめっちゃ量多い、量多い、あれいいよね、あれそう、あれいいんだよ、めっちゃかきたいからパスタに粉チーズ、やばい、買ってくればよかったわ、これしか買ってこなかったわ、チーズちょっと今度買ってきましょう、そうおすすめです、それもおすすめ、なんか普通のスーパーだと少なくない、少ない、そこで終わりよね、ひーちゃんとかなんかかけることが好きだからさかけることが好きじゃん、やばいよね、なくなるよね、で、あとちょっとおしゃれなもの買ってきちゃいました、ローズマリー、あ好き、大好き、そう、なんか私最近さサラダチキン作ってるじゃん、あーいいね、そうで、ローズマリーの味つけるとよりおしゃれになるかなと思って、香草焼きにいいよね、そうそうそう、お肉焼くときもなんかローズマリーかけるときもなんか分かる分かる、そう、なんとかなるじゃんっていうので、これもね100円とかだったかな、98円ですね、買ってきました、おしゃれ、次パスタ、これなんかセールだったので買ってきました、これ安かったのこれは99円、これそのままのハワイ持っていこうかなと思って、うん、そう持っていこうかなと思って買ってきたのと、本当だからなんかもっとでかいのもあるんだけど持っていけるようにこのサイズにしました、で芋、うん、これさ、あのそう、そろそろ秋だから吹かせばもうひーちゃんとかそのまま食べれるじゃん、だから子供たちにいいなと思って芋買いました、あのアボカド、この間さ翔平さんのお母さんと話したけど、アボカド最近1個200円ぐらいするみたいな話してたの、うん、業数まさかの89円、おかしいでしょ、でちょっとまだ青いからなんかあの少し時間経ってからなんかプチ丼にでも入れようかなと思って買ってきたのと、え、じゃあハワイ持ってきます、いやでも確か野菜を持っていけないって書いてあったから、あまあ家でかな、ちょっとなんかポキ丼の予行練習しようと思ってで、あとしいたけともやしはこれちょっと鍋用です、で、あとキムチの鍋っていう、肝心のね、そうこれこれ、でもさサイズ小さくなったじゃん、え、わかんない、そう前まであのこういうでかいサイズだったのよ、あ確かに、それが2倍濃縮になって小さいタイプで全また売り直されてて、え、ぶっちゃけもうパッケージ覚えてないんだけどさ、うん、同じもの、同じ同じ、これ見た目私覚えてる、これの細長いバージョンが前回だった、これがもう本当美味しいよ、ね、美味しいよね、大好き私も、魚肉エキスって書いてますね、しかもこれがさ、え、前回97円ですやばくない、やばくない、でも2倍濃縮になったから水とかを足せばいいのかね、3、4人用だから、いやそういうことだよね、多分2倍濃縮なんで水を加えてって書いてあるんで、水これ400足すみたいです、そして我らが大好き肉、ジャンボパックしかもう全部売ってない、もう今全部どの肉もこの量しか売ってないんだけど、まあこれで先ほど後ほど鍋しましょうっていう、しゃぶしゃぶの鍋ね、であと白滝、このあとまあ鍋に入れるのもそうだし、今日なんか肉じゃがにしようかなと思ってたんで白滝を買ってきました。ちょっと大きめの白滝なんですけど、なんと39円です。もうなんか100円未満が普通になってくるよね。あと、あ、そうこれ冷凍なんだ。初めて買ったの、焼き鳥。20本入り。そう。もうこれを耐熱皿に移してレンチンするだけなんだって。だいたい夕方のニュースで業数ピックアップされてるとお客さんこれ持ってる、本当に、ほんと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 だいたい結構夜に出すっていうのもいるんだけど、バーベキューとかするときとかにこれ楽らしい、焼くだけだからみたいな感じで、ビール飲みたくなるんですか、そう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 、今日そう肉じゃがにしようか、もう親がお昼ご飯お腹いっぱいだったらこれ出して、でひーちゃんとか多分これだったら食べやすいじゃん、あ確かに、ポッ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 って食べれるし、カーボンも下手したらもう食べれるんじゃないかなって思うんですよ、細かくしたりしたら、だからちょっと子供にも食べやすいんじゃないかと思って買ってきました、いいですね、下味が薄くついて仕上げてる、だからお好みの味付けって書いてあるから多分薄味なんだと思うんだよね、だからよりひーちゃん価格にいいと思います、あとこれ食べ物じゃないんだけど、なんか特許取得してた、そこから避けるキッチンパックっていうのも、最近私さよりサラダチキン作ってるんですよ、鶏ささみパックに入れてお湯でなんかあのなんだっけ、熱湯加熱じゃなくて温水料理だっけ、低温調理、低温調理、低温調理低温調理してんだけど、これ味付けるじゃん、そしたらなんかそこが切れるんだって、だから一回結んだらそこをまたほどかなくていいわけよっていうのを
画期的と思って。しかもこれ熱湯にも入れられるし、解凍もできるし、冷蔵冷凍もできるんだって。だからしかも100万入ってんの、えみたいな。今まで私結構なんかのフリーザーパック使ってたんだけど、えこれでいいじゃんって思って。でしかもこちらがですね198円1キュッパで100枚、ほぼ1,2円1枚、やばいって感じでですね、今日買ってきたものはこんな感じになります。でなんかなんだっけ、前ね辻ちゃんがなんかね動画で言ってたね、アサイが売ってるらしかったんだけど、なかったの。アサイちょっと食べたかったっていうのだけちょっと残念です。なんでちょこちょこまた行ってジャブ打って、売ってたら買いに来ようかなと思います。お腹すいたね。キムチ鍋や、キムチ鍋やりますか。もうぶっ込むだけだからね。じゃあちょっと作っちゃいます。今からしまうものしまって、しまうところまでが買い物ですから。いやーマジだよね、もう満足しちゃったよ。ほい、なんかあれだね、最近さ子供がいるからさ怖かった、破らかったってあんま鍋やんないじゃん。いいね鍋、うん、点あげよ点あげ、うん、肉入れるよ。もみちゃん水、あ、もみちゃんのちょっとサイダー、あ、サイダー、料理しながらのサイダーが最高なんですよ。あ、入れてきます。よく料理しながらお酒飲む人いるじゃん。お酒私あんま好きじゃないからさ、飲めないからさ、でもサイダー飲みながらやると確かになんか優越感を感じるんだよね。なるほどね、シャボシャボしていくわ。 OK。 いやなんか最近さ、うん、昼間はひーちゃんかーくんいないけどさ、うん、仕事が忙しいからお昼ご飯ってなんか適当に済ませるじゃん。わかるわかる。超いいさ、週5でインスタントラーメン食べてない？食べてる。だからなんか外食とかは別なんだけどさ、家でこんなにガッちゃんとした料理をさ昼飯で食うことがなかったからさ。わかるわかる、火使いたくないみたいな。そうそう、なんかすごい高級感、なんかランチ贅沢いいよね。しかもなんかさ夜ってさたくさん食べ過ぎるとさ、うん、あ夜胃もたれするしなとかさ太るかもなとかいろいろ考えるのよ。でもなんかランチだったらマジで免罪というかさ。子供がいなかった時の感覚今。ああ確かに確かに確かに、あったそうだったね。やっぱなんか忘れちゃうよね子供がいなかった頃。いただきます。久しぶりのこのキムチ鍋。うん、これだったような気がする。おいしい、よかったよかった。スープがないから、今日スープ。ああ、確かに確かに、あ、トゥーフー忘れた、トゥーフいやー鍋の季節が来たね。いいよね。なんかさ美味しいっていうのももちろんなんだけど、これ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 ね、結構辛いね、思ってたより辛いよね。これひーちゃんかーくん食えんな。そうだよね。うん、鍋のいいところは美味しいのに楽なんですよ。だって今多分5分10分で準備できて、うん、あとね豚肉もうまい。あ、よかったよかった、容器容器、いただきます。あー、このスープうま、美味しい、美味しいです。これ100円のスープやで。2人で食べてるから実質50円で。4人で食ったら25円よ、やばくね。いや、やっとなんか夏が終わったって感じ。長かったね夏。最近の夏さ暑いからさ、うん、楽しめないじゃないですか。その点どう思います？結婚してもう子供がいるこの状態で、うん、こうなってくれてよかったわ。うーん、俺がまだ10代とか、うんうん、20代前半とかで、うん、この暑さだったら、うん、なんか夏の楽しみが半減した。確かに、ぶっちゃけ昔ってさ暑いから中止とかなかったじゃん、うん、今暑さのせいでゲリラ豪雨とかなんかいろいろ起きてるけど、うん、そういうのも多分その分少なかったし、え、申し訳ない今の子たちに。そうだからね、うん、ひーちゃんかーくんが青春を謳歌できるのか、もう夏は一歩も外に出れないとかさ、ね、今日は最高気温40度ですみたいな、必ず長袖で外出しましょうなってたらさ、え、かわいそう。え、海とかプールとか花火大会浴衣地獄とか、うん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 、みんな浴衣着てる時にさ注釈でさ特別な訓練を受けています。涼しい時代に夏を謳歌できてよかったよ。
そう考えるとやっぱ地球守っていかねえとな。子供ができてからさ、今後の未来をさ、確かに意識するようになったなっていうか。確かにね。その前まではさ、まあ自分が良ければみたいなところあったけど、確かに確かに。いろいろ視点が変わったよ。子供だったらどう思うかみたいなね。キーちゃん、カー君のね、子供たちの未来とか考えるようになったよ。うん、やっぱ。そっか、で体熱くなってきた。いや、豚肉美味しいの。いや、美味しいんだよ。うん。なんかちょうどいい油の量で赤身がさっぱりしてます。こういうの早くひーちゃんかーくん楽しめる年にもなってほしいよね。うん。でもどうなんだろう、その時はその時で反抗期でさ、晩ご飯外でマック食ったからとか言われるのかな。うん。今の子ってどんぐらい反抗期なんだろう。あるんですか皆さん。少ないとか言うじゃん、うん、そりゃそうよねとは思うけどね。なんかあれするなこれするなみたいな、これしろみたいなさ、うん、抑圧されてたらそりゃ反発するやん。でなんかやっぱ最近はさ、その、うん、多様性が大事みたいなさ、うん、別にいいんじゃないみたいな、うん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 、それも個性だよみたいな。確かにね。そうすると当然なんかあれするなこれするなあれしろみたいなのは少なくなると思う。はいはいはい、怒ったりとか。そうだね。そしたらなんかそりゃ反抗しなくなるよ。野菜食えなくてさ、うん、昼休みも残されたりとかしないわけでしょ今。あ、されてた感じ。俺はね。かわいそう。でもさ、うん、それされたらそりゃなんかクソみたいになるやん、うん、最悪先行クソみたいなね。昔はさ、小学生とかってカビ染めるのなんか普通にダメでしょみたいな感じだったじゃん、うん、今なんかグレーなんだって。この間小学生ね。そう、ひーちゃんの七五三行った時にさ、うん、あ、そう、メイクしたがっててみたいな、ひーちゃんが、うん、でもまあお肌に良くないからさせてないんですけどねとか言ったら、うん、7歳ぐらいになると普通に金髪でメイクしてくる子いますよみたいな、してくるかみたいな。そう、7歳ですかみたいな。なんか最近は結構あんま学校でも注意されないみたいでみたいな。うん、より反抗しないんじゃないじゃん。まあやりたいこと、まあじゃあいいんじゃないみたいな。先生もさ、最近のこの昨今のさ、うん、雰囲気を見てさ、うん、怒りすぎるとクレーム来るしなみたいなってこと言えないのかもね。でもなんか俺もなんか人の身に髪染めたりさ、うん、してきたけどさ、うん、人によるとは思うんだけど、うん、あと俺がもう40っていうのもあるから、うん、でもさ、うん、もう髪染めたいとか思わないんだよ。髪染めるデメリットも知ったしね。痛むみたいな。あと、そう、あとなんかちょこちょこケアしないとダメじゃない。だから一回散々染めまくったらもう染めなくなるかも。なんか小学生で染めちゃってたらさ、うん、高校生ぐらいには逆にもう黒髪の方がいいみたいな。楽みたいな。もう飽きたわみたいな。うんうんうん、なんか染めるのってやっぱ中学生までだねみたいな。高校生はもう黒髪の方がいけてないみたいな感じになるかも。俺も金髪の時あったわ、俺も通った道みたいな。なんか私結構多分ひーちゃんとちょっと違って、あんまなんかおしゃれに疎かったのよ。化粧したいっていう発想すらなかったし、うん、親に言われた服を小学校高学年まで普通に着てたし、だからダサかったのよ、うん、それをダサいって初めてその子供たちに言われた時に結構ショックだったわけ。ダサいって言われるの。なんか多分お母さんの趣味で、うん、いいとこのお嬢さんみたいな白いブラウスに、うん、なんかチェックのワンピースみたいな、うん、ちょっとレースがある靴下みたいな、うん、なんかそういう感じだったんだと思うのよ、うんうん、お嬢様感みたいな。まさみってなんかいつもそういうの着てるよねみたいな、え、お母さんから着させてもらうのみたいなことを、ただ小学校、うん、中学年ぐらいで言わ、高学年ぐらいで言われて、はいはい、めちゃくちゃ恥ずかしかったの。その瞬間めっちゃ恥ずかしくなったの。へえ。全く気にしてなかったのに、うん、なんか何とも思ってなかったの、はいはいはい、だからなんかそのカースト上位の子たちが、うん、そういうのもうダサくないとか古くないっていう言葉に結構敏感になるというか、うん、逆にもうそれ古くないとかもビビるというか、はいはいはい、私まずそろそろ知らないからやりたいのにみたいな、はいはい、だからなんて言うんだろうなって、みんなあるじゃんそういう時期、言われたり言ったりする時期、うん、服ダサいとか言われたことないかもな俺。でもダサかったと思うよ。なんか原宿とかにあるさ、うん、3個で1000円とかのシルバーアクセサリー屋さんとかでなんかアクセサリーとか買ってたし、なんか普通にダサかったと思うけど、うん、ダサいとか言われた記憶があんまないな、うん、でもさ、今はちょっとそれが古くても、は、当時は当時でそれが流行りだったんじゃないの、なんかやっぱおしゃれな子ってもっとなんかこう
あ、そもそもルイは友を呼ぶからおしゃれな友達が周りにいなかったな。いや、ダサかったと思う基本。嘘、全員本当わかんないけど多分。で、なんか私はなんか同じグループの子にはそんな言われないのよ、多分私のカーストで言うと真ん中だったんだと思うの、うん、だから上の言葉は話すし下のことも話すというか、うん、どの真ん中って一番どことも話すじゃん、だから強い子たちから言われるみたいな、うん、で、なんかそれでお母さんに服自分で買いに行きたいって言って、別にあ、いいよみたいな、そういう年になったかみたいになって言って、私がドクロの T シャツを持ってきたのよ。あ、あずみちゃんが、私が、うん、そしたらお母さんがへぇみたいな、ショックを受けちゃって、え、そっち系みたいな、なんかもっとあるじゃんみたいな、スマイリーとかさみたいな、なんかその当時なんかニコちゃんマーク、今時だけどポップなやつがあるわけ、うんうん、なんだっけ、私はなんかそのショックだったからか、うん、かっこいい服を着ないとダメだみたいな思っちゃって、うん、でドクロのものを持ってきて、うん、でちょっとそれはってお母さんに言われて、うん、でもドクロがいいみたいな、 T シャツにドットで、ドットが打たれてるんだよ、こう、うん、なんか キラキラしたもの、うん、キラキラストーンみたいな、うん、それがよく見ると ドクロになってるっていう、ドクロのこういう肩縁取られている、でもなんかザ・ドクロじゃなくて、うん、ポップなドクロを最終的に買ってもらって、うんうん、めっちゃ着てた。なんか、言われんの、その着てたらさ、そう、フルカスト上位の子にさ、あずみいけてんじゃん。あ、でもなんかかっこいいねみたいな、多分同じグループの子が気遣って言ってくれて、変化にさ気づいて、上位の子はもう別にそんな言ったことすら覚えてないと思うのよ、あ、それかっこいいじゃんみたいな言ってくれて、ありがとうみたいな感じだったと思う、多分。そうそうそう、だからまあ、だからさ、なんかいろいろあったじゃん、よく考えると。だからひーちゃんかーくんもこれからああいう思いするんだなとか思うとさ、確かに頑張ってって思うよね。確かにね、大変だよね、うん、その辺。だからなんか人間関係に関してはさ、お母さんと一緒に手つなぎたくない気持ちもわかるし、そういうのはなんか尊重してあげたいなと思う。やっぱ早い段階でさ、うん、なんか自分持ってると楽だよ多分、子供って。うん、なんかあんま誰に何言われても別になんか響かないみたいな、うんうんうん、響かないっていうか、うんうん、どんな自分を持つって、なんか、いや何でもいいんだけど、うんうん、私はこれが好きみたいな、そうそうそう、振り返るといた気がする、うん、でもそれが結局カース上位だった、お姉さんみたいな感じで、うん、気がする、勝手なイメージだけどね。自分持ってた？いやー、や、うん、やっぱないよね、若い子供の頃は。塩見さんもそうだったな、うん、やっぱなんかみんなと同じような服とか同じような場所で買うよね。当時さ、ユニクロがさまだダサいって感じのだった時とかさ、うん、ユニクロダサい時代知ってる？ユニクロなかったな、マジ。俺が小学生の頃、確か中学高校ぐらいは、高校ぐらいだったかな、なんか高校の時さ、カラーのセーターさユニクロで買ってなかった？高校ぐらいの頃が、ユニクロ安いけどダサいよねみたいな食う感じだった気がする。あ、じゃあ多分その時代が私たちだ。が小学生の頃でしょ。そうそうそう、親にはよくユニクロ連れてかれてさ、うん、物はいいからみたいな、うん、だからよくユニクロでパーカーとかセーター買ってたなって思って。でも高校生ぐらい、あ、違う、なんかさ、うん、高校とかでさ、うん、文化祭とかでさ、うん、お揃いのパーカーとか作るじゃん、うん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 、あれ確かなんかベースユニクロで、そういう利用の用途だった気がする。なるほどね。そういうのやってなかったかな。やってたやってた、私も。でも私たち業者だった。まったね、そんな時代も。今やユニクロは高級ブランドとコラボする時代よ。ちなみに今日僕、全身ユニクロです。おお。私全身グレイルだ、私。暑い。わかる、鼻水もやばい。正直今、このタートルネックもぎ取りたいもん。なんかタートルは冷めたね、足上だから。あ、私結構ガチなのよ、結構きついんだよ、ね、ここに何かあるの結構嫌じゃない？じゃあなんでそれ買ったんで。本当だよ、あの時の私はなんかさ、やっぱモデルさん重視だからさ、モデルさんが気軽に着てるからちょっとね。ああ、買って、そう、後悔してるやつね、はい、私これ嫌いだったんだ。マジでちょっと T シャツに着替えてきてもいい？いいよ。
多分これ食べた後めっちゃ眠くなると思う。なんか商品にエネルギーが使われてる多分今。もうちょっとこれ食い終わって1時間ぐらいしたらランニング行こうかな。マジ？お腹絶対痛くなるやつじゃん。いやだから1時間後ぐらい。一瞬切れてきて熱すぎてさ。じゃあ麺茹でとこうかな。生ラーメン、うん、2分茹でる。ラーメンもねなかなか食いに行けないからこういうところでラーメン食っとかないと。つって毎日インスタント麺を俺食ってきた。でもなんかインスタントのレベルは上がっててさ、普通にうまいんだよねインスタントの。今日多分1200円ぐらい。え、鍋、うん、2人で、うん、1人600円。2人で1人600円。まあ安いけど思ったより安くね。肉が入ってる。ああ、肉がなければ200円、うん、この沸騰を待ってる時間が人生の中で一番嫌いかもしれない。いろんな時間があると思うんですけど、人生一番嫌いな時間かもしれない。人を待つのと、ああ人を待つ方がまだいいかも。あさみちゃんってなんか人を待たせる割には自分が待つの嫌だよ。でも待ち合わせだったら人が遅れて、あ、俺覚えてるわ今でも。あざみちゃん基本絶対遅刻してくるのよ、そう待ち合わせにね。なんだけど初めて時間通りに来た時があった。それが結婚の両家の顔合わせ。それだけはマジ遅れないで来たの。その時にえ来れんじゃんと思って。でも、料金そんな便利なちゃんと遅れないですって。いや、そんなことなかったと。人間は都合よく記憶を改ざんしますから。人を見てんだよ、だから。あ、こいつ、翔平さんは遅刻しててもいいや、みたいな。昼から鍋を食う生活。麺だけ取っちゃおうかな、ちょっといい？うん、スープ欲しい。いい、ちょっと待って、俺も結構強いだから。よし、いただきます。はい、あちちち、好きな人と好きなものを食べるだけで結構幸せを感じられるよね。せやか、楽しいかどうかに、まあお金も関わってくるけど、お金よりも多分それだと思うな。これで寝られたら幸せ。よりこの後またうまい、うまい。翔平さんが鍋やるって言ってくれてよかった。正直さ、昼にあんま料理をしないことに慣れてたからさ、うん、一瞬だけ鍋かって思った。美味しいけど準備めんどくさいなって。でもいざやってみたらめっちゃ良かった。人生の中で昼に鍋を食べることあんまなかったもん。買ったもんね。だよね、うん、基本夜じゃない、友達とも家族とも、うん、今度ハワイ行くじゃん、痩せられなさそうなんだ。一応報告しとくね。最近食生活ちょっと変えてるんだよ。鶏のささみとメカブばっか食べてる。確かに夜8分目にしてんの、うん、食事を、うん、あんま変わってなくて、このままだと多分減らないなって思ってる。調査巡り切れる？体型できてる？じゃあなんか緩すぎて心配な方。緩くてパンツが、ああ、うん、ずり落ちちゃう感じ。そう、めっちゃ痩せたよね。マックス太ってた時70キロぐらい、今が55キロぐらい。女子やん。55とか女子やん。でもシンプルに食わなくなっただけだね、うん、
まあ、食が細くなったというよりは食う時間がないぐらい忙しいじゃん、うんうん、私は結構忙しくてもカロリー摂取に励む方なんだけど、はい、そうですよ、本当に食べなくなるよね。優先順位がなんか編集作業とかの方が高いの、うんうん、飯食うことより力出る力、うん、タイピング打てない打てないみたいなそうそうそうなんとかタイピングぐらいは。え、なんかさ昔の場合お腹空くとさ気が散っちゃうの。お腹空いたみたいな。でもなんかグミハリボーとか食ってる。もう脳みそが言ってるのこれじゃないこれじゃないみたいな。なんかもっとしょっぱくてガツンとしたもの食えみたいになってる。だからなんかこれじゃないものを食べるのも嫌でもう食べようって思っちゃうんだけど、なんかもう一区切り終わらしてから食いたい。一区切り終わるのが2時3時とかでさ食べると夜お腹空いてないみたいな、うん、でそのまま寝ちゃうみたいな。そうあとはもう夕飯までいいやみたいな。うーん昼飯抜きみたいなのも多い、うんうんうん、困りますよね。私が太って見えるじゃん。いつかさ翔平さん体改造計画やろうよ。太らせるってこと。マッチョマッチョ、うん、まあでも結構もともと筋肉質だから別に細いけどさ、うん、ガリガリじゃなくない、うん、脱いだ時確かになんかでかつ痩せたことで割れた結果腹筋が割れたそう浮き上がってるというか、うん、これさ今ちょっと待たないで俺ご飯食べ終わったからさ、うん、めっちゃ喋ってんだけど、うん、ご飯食べてる時俺あんま喋ってなかったなみたいな。なんか食べることに集中して、うん、はいはいはい、はい、動画上ご飯食べない方が面白い動画になる気がする。私逆に喋っちゃってちょっと満たされる派。お腹が私結構同時にできないから、うん、私多分喋りがメインになった。食べてた時、うんうん、ああうんよしじゃあ編集に戻りましょう。はいそうですね、はい、もう今暑くて正直多分カメラ切ったらバッいや暑いジーパンで今度暑くなってきた。わかる俺もジーパンめっちゃ今ジーパン暑いんだよ。汗ばんでるよね抜きたいよねやばいでしょ。まあでもちょっとこんな感じで久しぶりに行数に行けて愛しのお鍋つゆを食べれてよかったです。あもうここ汗がびしょびしょ気持ち悪いすいません。よかったです。今日なんか久しぶりに行ったらなんか何買えばいいか分かんなくて結構テンパっちゃったんですよ。お店の中で一人うろうろしててずっとみたいになってる人だったからちょっとなんか最近の私の今のハマってる業数の食品はこれですとかあったらぜひぜひコメント欄で教えてください。面白かったら高評価とまだチャンネル登録してない方いらっしゃったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。みんなも業数のキムチ鍋食べてみてください。じゃあねー。